ロマンシュルイゼールは、フランス、オーベルニュローヌアルプチ域圏、県、ドローム県のコミューン。ロマンシュルイゼールは、イゼール川右岸にあり、バランスの北東約 18km 地点にある。川を挟んで向かい合うブールドイコールペアージュと、約5万人のコナベーションを形成している。サンバルサンジ改正道、ロマンシュルイゼールの発祥は、838年に、イゼール川の鳥で近くに作られた。 修道院である。この修道院を建てたのは、ビエンヌ大司教バルナールであった。11世紀以降、都市は周辺に拡大し、最初にできた教区のナサンロマンにちなみ名付けられた。11世紀の間に、修道院の修道士たちは、司教座聖堂参事会員に交代させられ、クレリュー領主の息子で、ビエンヌ大司教である委員長、レジェの監督下で、教会参事会を構成した。 教会は三次改正道となった。サンバル三次改正道の周囲には商人や職人が移り住み、強力な毛織物産業で成長した。ロマンシュルイゼールの名声はこの後7世紀にわたり有名なものとなった。交通量が増加したために、イゼール側に最初の橋が架けられたのは1049年である。三次改正道の周りで市場が開かれた。 13世紀に貿易が活発となり、都市の繁栄は新たな建物の建設を進めた。ビエンヌ大主教ジャンドベルナンは橋を再建させ、三次会制度を拡張させた。同時代、都市壁の外で郊外堤住地が成長し始めた。しかし、教会三次会の指導はますます煩わしいものとなり、1280年にロマン住民は反乱を起こした。 これに恥じ入った、教会参事会は、コミューンの統治を断念した。都市の豊かさと自治は、ドーフィネ領主であるドーハンドビエノア及びアルボン・ハク・ウンベールに遺跡の戦亡をかき立て、1342年に、ロマンは併合された。1349年、ロマン条約によって、ドーフィネは、フランス王国へ売却された。最初のメシ職人と業者は、14世紀終わりに、 プレール地区に定住した。百年戦争の間、ロマンは二重の城壁で囲まれ、すでにあった郊外定住地、プレール、パビニュ、サンニコラの各地区を包み込んだ。その後城壁は1830年まで徐々に取り除かれてきたが、遺構が現在も見られる。15世紀初頭、ロマンで製造された毛織物は中東へ輸出されていた。豊かになった商人は、 都市郊外にゴシック様式の邸宅を建てた。16世紀半ば、ロマンは大寒波、大干抜、国史病という大災害に遭遇した。宗教的、社会的な緊張は1562年に頂点に達した。ロマンの地ではユグノーの名において都市が荒らされ、1580年のシャニ肉祭は血塗られたものとなった。続く200年間、都市は停滞した。 性格と絹産業が台頭する間に、ロマンの毛織物産業は消滅した。同時代、ロマンには、カプチン会、レコル会、ウルスラ会、サンジュスト会の修道院がやってきた。1680年、イゼール川対岸で、ロマンと向かい合う場所に、新たな存落ができた。これが後にブールドイコールペアージュとなった。1788年12月、同日の地方三部会が、 ロマンにおいてコレドリエ修道会派修道院で開催された。彼らの請求は1789年のベルサイユにおける全国三部会で用意された。1850年以降、ロマン経済と社会は、生化業の発展で転換が行われた。この工場では1914年時点で5000人の男女が働き、強力な労働組合運動を引き起こす要因となった。 19世紀後半、ジョゼフ・フェネストリエは、初の靴のブランドユニックを発表した。コミューン人口は1万人を超え、城壁は廃止された。不当が建設され、鉄道の存在は、多くの靴の工房を引きつけることになった。第一次世界大戦後の1920年代、社会主義者である市長、ジュール・ナディは、グルノーブルに向かう、道の近くに、社会的目的を持つ、 庭園都市を作ろうとした。第二次世界大戦後に再び平和な時代が訪れると、ロマンは製火業で繁栄した。特に、靴、ブランド、シャルル・ジョルダンは世界中に店舗を拡大し、4000人を雇用していた。人口増加は続き、1945人には2万人だったのが1968年には3万人となった。新住民を住まわせるため、 コミューン周囲に広がる農地が郊外に変わり住宅団地が作られた。しかし1974年から経済危機が生果産業を混乱させた。外国製品との競争は宿命だった。多くの企業が倒産し25年の間に数百人がレイオフされた。1990年代ロマン経済は A49 高速道路 TGV のような 優れた道路、鉄道に頼ることができた。ありがとうございます。